レーホースは第二次世界大戦期におけるイギリス陸軍のいくつかのコマンド部隊から構成された即成軍部隊であった。1941年2月にロバート・レイ・コック大佐の指揮下に編成されて当人にちなんで命名され、およそ2000名を要して中東戦域で任務に就いた。当初は地中海地域における数軸軍の広報連絡船を分断する。 襲撃作戦を割り当てられており、ギリシャのロドストを奪取する作戦に加わることが計画されていた。しかし、戦域の戦略的状況が連合国にとって不利となり、各コマンド部隊は当初の役割から大きくそれて、主に地中海戦線一体で通常部隊を増強するために用いられた。部隊の参加戦力はバルディア、クレタ島、シリア、トブルクで活動し、 そして1941年8月に解体された。その後の各構成員は以前の部隊へ戻るか、あるいは中東で設立された他の特殊部隊で任務に就いた。1941年2月、ロバート・レイコック大佐指揮下のコマンド部隊員の一隊が地中海東部で襲撃作戦を遂行するために中東へ派遣された。この部隊は指揮官にちなんで、 霊法師として知られるに至り、当初は第3コマンド部隊、第7コマンド部隊、第8コマンド部隊、第11コマンド部隊からなる A 部隊から選抜され、3月のエジプト到着時には第50コマンド部隊と第52コマンド部隊から選抜された人員が追加されていた。霊国区の艦艦戦力は正式、また組織的には、 一通りの支援部門を含む完全な旅団ではなかったので彼は商工団の中で大座の階級を保った。もっとも2000名を超える戦力はそれに匹敵するものであった。保安理由でコマンド部隊は4個大隊に組織されて解明された。第7コマンド部隊は A 大隊となり、第8コマンド部隊は B 大隊、第11コマンド部隊は C 大隊、 第50と第52コマンド部隊は合併されて D 大隊を形成した。彼らは共に中東方面司令部の一翼であるイギリス陸軍第6師団参加の旅団として運用されることとなっていた。各大隊は中佐級の指揮下に置かれ、司令部、通信部門、ホルボットとして知られた折りたたみ式カヌーの一種を装備した専門装備部門、そして2個。 コマンド中隊がそれぞれに5つの分隊を備えており、各分隊は50名の人員で構成されていた。レイフォース編成時には、コマンド部隊の概念は未発展であったものの、イギリスからの出航時には、部隊は地中海における敵戦力を妨害し混乱させる軍事行動を遂行するために用いられることが意図されていた。レイフォースの創設時には、イギリス軍は当選戦線で、 イタリア軍を敗北させており、目立って優勢であった。そして、コルダイト作戦の一環として、ギリシャのロドス島を占拠するため、コマンド部隊を利用できるという感触があった。ドイツアフリカ軍団の切れないカへの到着、そして、ユーゴスラビアとギリシャへの進行が、戦略上の見通しを大きく変化させ、デーホースが3月にエジプトへ到着した頃には、状況は悪化していた。 コマンド部隊型の作戦にはなお役割があり、あるいはドイツ軍広報地域の重要地点に一連の小規模襲撃を仕掛けて成功させることで、攻勢に出る能力の一部を広報連絡船の防衛に振り向けることをエルヴィン・ロンメルに強いるかもしれなかった。創設されてほとんど直ちに状況がレーホースの構想を揺るがしていた。バルカン半島への進攻を受けて、 北アフリカのイギリス軍から大規模な部隊がギリシャに派遣され、ドイツ軍の進撃を阻止しようと試みた。レーホースは派遣されなかったものの、イギリスから彼らと共に持ち込まれ、水陸両用作戦を遂行するにあたって、貴重であった3隻の不評用陸船は、当船域における物資不足があって、彼らから取り上げられた。これが、コマンド部隊から最も重要である能力の一つを、 失わせ、また後に HMS、グレンガイルが、コ国区の部隊に明け渡されてきたものの、他の2隻は、そのようにはならず、彼が展開し得る戦力を大いに圧迫した。イギリスが航空優勢を喪失したことは、彼らの上陸作戦の遂行能力を大いに阻害し、一方で、ギリシャへの戦力の派遣は、コマンド部隊が全体の予備兵力として、 唯一の部隊となったことを意味した。戦略上の状況が悪化すると、彼らはよそにおける他の軍の増援役を求められ、意図されていた形で彼らを用いることは一層困難となった。HMS グレンガイル。1941年4月初頭に、レイコックは北アフリカ海岸部に沿ったアフリカ軍団の広報連絡船に対する襲撃を開始するよう命じられた。 4月12日に彼らはアレクサンドリアへの予備的な移動を行い、3日後にはバルディアへの襲撃とまたボンバへの別の襲撃を行うよう命令を受けた。AC 大隊はバルディア攻撃のために派遣され、B 大隊下の4個文献隊は駆逐艦に登場してボンバへ向かった。しかしながら高波が上陸と最上線をあまりに危険なものとしかねず、 両攻撃は断念を余儀なくされた。数日後、バルディアへの攻撃の遂行が決定された。この度の襲撃担当は英大隊から選出され、HMS、グレンガイルに登場した。3隻のオーストラリア海軍駆逐艦と、対空巡洋艦の HMS、コベントリーを含む数隻の海軍支援部隊が遂行した。部隊が航空攻撃を受ける懸念から、襲撃は、 暗闇の中で行われることが決められた。そしてその結果、潜水艦の HMS アブディールと、またロジャー・コートニーが指揮する、ホルボット部隊として知られるの文献隊の形で、追加の戦力が停泊地と上陸先の浜の双方を示して、誘導支援を行う任務を受けた。襲撃は1941年4月19日から20日に、かけての夜半に観光されたものの、ことは、 出だしからつまずいた。やや先立って潜水艦が連合軍航空機からの攻撃を受け、上陸船との合流に失敗した。上陸艇の切り離し装置に問題があって、コマンド班の一部は上陸が遅れることとなり、また別の班は間違った浜に上陸した。上陸は反撃を受けないままに進められ、コマンド部隊は情報部門が割り出していた様々な目標へと移動した。 多数の目標が存在していないことが判明し、あるいは考えられていた場所には存在せず、与えた損害はわずかであった。ある班は橋を損傷させることに成功し、別の班はタイヤ置き場に放火して、いくつかの沿岸砲の褒美を破壊した。上陸時の手間取りと暗い間に出発する必要から、時間切れとなり、コマンド部隊は撤退を強いられた。帰還中に一人の士官が、 故障からの追加に適切に応答できず銃撃を受けた。一方で67名が先立つ誤りから自分たちの浜に襲撃艇が存在しないことを知らないままに置き去りとなって後に捕虜とされた。目に見える成功を書いたものの襲撃は完全な失敗ではなかった。コマンド部隊の出現でドイツ軍はさらなる襲撃からの防衛用にサルムから一個、 装甲旅団の主力部分を差し回さざるを得なくなった。作戦術のいくつかの要素にはなお洗練の必要があったものの、この襲撃は戦略上の強制や資源の制約が構想からの逸脱へと働いていなければ、コマンド部隊が戦線において備えたであろう、戦略的価値を示してみせた。クレタ島から撤退してエジプトの港に上陸した。 連合軍部隊員に茶が供されている。1941年4月6日、ドイツ軍はギリシャに侵攻した。1ヶ月と経たない4月28日には、最後の連合軍部隊が、ドイツ軍の進撃を止められずに退避した。5月20日には、ドイツ軍のクレタ島への空挺侵攻が始まった。6月1日に島は、ドイツ軍に帰するところとなった。しかしながら、 その約一週間前には流れを変えられるという希望がなお存在した。進行を撃退するか、あるいは退避を容易とするために、レイフォース配下のコマンド部隊を島に派遣して、ドイツ軍の連絡船に対する襲撃を行う決定がなされた。5月25日、主に、 AD 大隊で構成されて B 大隊からの文献隊が加わったコマンド部隊はキプロス島へ当地へのドイツ軍の進行があった場合に備えて中流部隊を増強するために派遣されていたレイフォースはアレクサンドリアを出発しクレタ島への上陸を試みたしかし悪天候に阻止されてアレクサンドリアへの寄港を余儀なくされ新たな試みのためキライフ節巡洋艦 HMS アブディールへ再乗船した。5月26日から27日にかけての夜半に、彼らは、スダワーンへ上陸した。上陸するとほとんど直ちに、攻勢に出る役回りで彼らを起用することはできず、代わりに、スファキアに至る南への撤退路を防衛するために、用いられることが決められた。それに関して、上陸にあたって、彼らは、無線装置や、 移動手段を含む重量物の装備をすべて残していくように命じられた。しかし迫撃砲あるいは野砲といった間接支援兵器を書いており、主としてライフル銃、また数丁のブレン軽機関銃といった非常な軽武装を持つのみで役割に対する備えは粗末なものであった。にもかかわらず5月27日の夜明けには彼らはスファキアから内陸部へ伸びる主道路に沿った 防御陣地についていた。それから5月31日まで、部隊の主力が海岸部で海軍の輸送を受けられるように多数の公衛活動の遂行に携わった。機関を通じて、彼らはほとんど間断なく航空攻撃にさらされた。5月28日に、守備側は敵からの離脱と南方のスファキアの港と彼らの間を隔てる、中央山脈内の山道を経由する撤退を、 開始した。賛同の防衛がコマンド部隊とまたオーストラリア軍の2個不評大隊、ニュージーランド軍第5旅団の任となった。撤退の最初の2夜におよそ8000名が立ち、5月30日の第3夜にはオーストラリア軍と霊国家配下のコマンド部隊に援護されてニュージーランド軍も離脱することができた。コマンド部隊にとっては初日の戦闘が最も激しいものであった。 山道に対するドイツ軍の攻撃の真っ最中に、コマンド部隊の左側面の球場に、ドイツ軍の部隊が陣地を据えて、その場から陣地全体を立てさし始め、英大大化の G 隊は F ニコルズ中尉の指揮下で重剣突撃を敢行した。ドイツ軍は二度にわたって攻勢をかけ、その度に攻撃は頑強な守備にあって阻止された。しかし同日の予想では、 レイコックの司令部要員が待ち伏せ攻撃にあった。そしてやや混乱をきたした、交戦の中、彼とハイカの旅団副官、フレディ・グラハムは一両の戦車を徴用して、主力部隊の下へ戻った。5月31日には大飛は打ち切りに近づいており、弾薬や、量食や水が沸定してきたコマンド部隊もスファキアに、向けて交代した。レイコックとハイカの情報証拠、イーブリンボーを、 含む司令部要員の一部は出発する最後の船で脱出に成功した。コマンド部隊員の大多数は島に取り残された。彼らの一部は後からエジプトへの帰還を果たしたものの、作戦の終了時には、クレタ島に派遣された800名のコマンド部隊員中、約600名が戦死、行方不明、負傷者として記録されていた。 島から脱出できたのは23名の士官と156名の下士官兵のみであった。リタニ川に佳境するオーストラリア軍部隊。1941年6月8日、連合軍は、ビシー政権フランスが支配するシリアとレバノンへの進攻であるエクスポーター作戦を開始した。作戦の一環として、C 大隊コマンド部隊が六月九日、連合軍の進撃に先んじて、 リタに川の都下地点を占拠する任務を受けた。リチャード・ R ・ N ・ペダー中佐の指揮下で HMS、グレンガイルに登場したコマンド部隊を要した計画とは、カフルバダ近傍の川の北岸に上陸し、そしてその地で川に渡された橋を構造物への設置が見込まれていた爆発物を守備隊が起爆できる前に確保するよう、試みるものであった。沖合に到着し、襲撃部隊は、 接近をできる限り隠匿するために、水上の進発を、夜明けまで待った。部隊は3つの隊に分割され、ペダーが中央を、副官のジェフリー・キーズ少佐が右翼側の文献隊を、そしてジョージ・モア隊員が左翼側の文献隊を指揮した。上陸は反撃を受けなかったものの、キーズ配下の南側文献隊は、時期に違う、側の川岸へ誤って上陸させられたことを悟った。 フェダーの文献隊が目標へ進むところへ、地区の守備についていた第22アルジェリア、狙撃兵連隊配下のフランス植民地軍部隊が、発砲を開始して、続く交戦でフダーは戦死し、中央分献隊のその他士官数名が負傷した。にもかかわらず分献隊は突進し、連隊の特務総長の指揮下で、拠点防衛の鍵となっていた、ホルイ近くの弊社建物の一つを占拠することに、 成功した。同時に、モア式下の左翼文献隊はいくつかの榴弾砲や野砲、また、いくらかの捕虜を得たものの、攻撃の当初の驚きが過ぎ去ると、守備側は組織を整えることができた。戦闘はさらに激しさを増し、そしてフランス軍が迫撃砲や大砲を持ち込むと膠着状態が形成された。このような進展の中、キーズ式下の右翼文献隊は、 川の違う方の岸にいることに気づき、南に位置するオーストラリア軍大隊と連絡を取り、そちらの方は、渡河を行えるように船を持ち込んだ。船の大きさから、軍献隊が北側に移るまで数度の工程をこなす、必要があった。再編成を行うと彼が捕類への攻撃を仕掛ける、ことが可能となり、13時にはそこをダッシュして、渡河地点を確保していた。 上陸した406名の人員の中で、指揮官を含む130名が29時間に及ぶ、戦闘の間に死傷した。数の上で劣り、弾薬や食料に事欠きながら、彼らはオーストラリア軍が渡可を行い、米ルートへの進撃を続けるに十分な期間を陣地で持ちこたえた。しばらくの後に、第11コマンド部隊は、キプロス島での中途任務に戻った。 トブルク外縁部残酷のオーストラリア軍部隊。クレタ島における公営活動への参画に続いて、第8コマンド部隊の5名の士官と70名の歌手官兵からなる文献隊が当時法囲下にあったトブルクへと派遣された。6月、第8軍が東方から中流部隊の救出を試みるバトルアクス作戦を開始すると、コマンド部隊が 第18インド騎兵連隊の前進陣地を見下ろしているイタリア軍陣地への襲撃を観光することが決められた。二コブ山と呼ばれていた陣地は間近に位置する2カ所の小さな丘からなっており、イタリア軍はそこから連合軍の前線を観察できた。襲撃遂行に先立つ数日間にコマンド部隊はインド部隊と共に巡視活動を行い、 土壌になれるとともに夜半に地勢の中を移動する訓練を行った。ついに7月17日から18日にかけての夜半に彼らは攻撃を行った。人員がその目的で訓練を受けていた典型的な襲撃であったが、中東地域に到着した後には滅多に遂行できなかったものであった。慎重に練られた起毛作とともに綿密に計画されて実行され、 非常な成功を収めることとなった。暗闇に守られて、コマンド部隊は、イタリア軍の前哨地点を追加されずに通り抜け、丘の後ろへ忍び寄ることができた。ついには、追加を受けるまでに30ヤード以内に進み、追加があったところで、部隊は、イタリア軍守備隊に向けて突進し、迅速に相手を圧倒した。ついで、守備側が陣地への砲撃を要請する直前に、彼らは、 陣地から引き上げ、トブルクを保持する中流部隊の下へ戻った。彼らは襲撃で5名の戦勝者を出し、その中の1名は後に負傷が原因で死去した。ジェフリー・キーズ中佐。1941年7月末には、レイ・ホースが引き受けた核作戦がその戦力を著しく減少させており、状況を鑑みるに増援は行われそうになかった。バルディア襲撃の際に露呈した。 作戦上の困難、中東の状況における戦略上の必要性の変化、また総司令部がコマンド部隊の概念を完全に採用するには至らなかったことが部隊の応戦態勢をそぐ方向へ大きく寄与していた。結果として A ホースを解体する決定がなされた。決定を受けて人員の多くは全所属の連隊へ復帰し、他方で一部は中東地域への残留を選び、 ついで後に設立された他の特殊部隊に参加した。米国クは、配下部隊の扱われ方に関する自らの懸念を、陸軍省と協議するため、ロンドンへ向かった。後に、解体について聞かされたイギリス首相、サー・ウィンストン・チャーチルは、コマンド部隊の熱心な支持者であった、戦域に残っていた、コマンド部隊員で構成される、中東コマンド部隊の編成を命じた。 イギリスから戻ったレイコックは実際に中東コマンド部隊が設立されたものの自らが指揮するものはごく少数であることを知った。当地の人員は6部隊に編成された。当時はエ L 文献隊として知られていた初期の特殊空挺部隊が第1、第2隊と称され解体された第11コマンド部隊からの60名が第3隊とされた。 第51コマンド部隊の人員が第4、第5隊を編成し、特殊集定部隊がロジャー・コートニーの指揮下で第6隊とされた。しかしこのような名称は害して無視され、各人員は以前の名称を自ら名乗った。11月、トブルクで包囲下にある中流部隊の救出を図る構成、クルセーダー作戦の一環として、中東コマンド部隊の第3隊が、 リビアのエルビン・ロンメル司令部を襲撃して、ドイツ軍司令官を殺害する、クワダテのフリッパー作戦に参画した。この襲撃は、構成全体を支援するためにデイビッド・スターリングのエルブン県体と SBS とが参画し、ドイツ軍前線の後方へ侵入して、後方地域に混乱を引き起こす、より大規模な作戦の一部であった。しかし襲撃は、失敗に終わり、2名のみが、 その一人は、レイコック自身であった、イギリス軍の前線へ戻りをせた。指揮官のジェフリー・キーズ中佐は、襲撃中の指揮統率と勇敢さを称えて、ビクトリア十字章を追伸された。この後も、中東コマンド部隊は存在し続けたにせよ、チャーチルを懐柔する努力という側面が大きかった。自民は害してより規模の大きな編成へと引き取られていった。 彼らの多くはチャーチルの承認を受けてスターリングが拡大していた特殊空挺部隊に加わった。レイコックは巡将に昇進し、チャールズ・ヘイドン巡将に代わって中東層司令部特殊任務旅団の指揮を取った。ありがとうございます。